皆様こんにちは。こんにちは。今日はなんと5人でね、YouTube 撮影ということで、5人って違和感あるね。かなり男臭いですね。しかも超密集してるからね。今回は、コミット銀座スタッフの時計がね、買った時からいくら上がってるのかっていうのを、金子さんにね、査定してもらいたいかなと。ということで僕の基準でいいですね。そう、金子さんの時、金子さんがじゃあコミットにこの我々の時計を出すとしたらいくらつけて販売するのかっていうのを、リアルにちょっと査定してもらおうということで、この企画やっております。はい、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。お願いします。順番に、査定してもらおうと思うんですけど、実際みんなどう思います？こう自分の時計をこう、査定されるこの感じ、裸にされる感じですね。ちょっと恥ずかしさ、ね、確かにね、期待と不安がね、そうそうそう、混じるよね。なんとなくはね、こうちょっとこう見たりもするかもしれないですけど、そこまで具体的な金額がね、出ないんで、そういう意味ではね、ちょっとこうドキドキしながらも、やっぱり今高級時計がね、こうつけててね、本当に価値が下がらないとか、上がってるとかいうふうに言われることが多い中で、実際にね、リアルに自分たちがやっぱり買った時計が本当どうなってるのかっていうのを、お伝えすることで、皆さんもね、あ、こういう感じなんだっていうのを、分かっていただけるようなね、機会かなと思うので、はい、そういうのも含めてね、ちょっと今回はやらせていただきますね。確かに急に急にもしかしたら遠いからさ、つくりはできないからちょっと頼むよね、僕は頼むよ、ちょっとタイミングね、はい、最近キャラ立ちしてきたからね、そうだね、YouTube ライブ皆様見てくださいましたかね、本当ね、あのライブでね、2人とも2、3回ずつ出てね、かなりキャラがね、確立されて、なんか応援ね、してくれる方もね、そうですね、スタッフのね、対談とかもやっぱり増やしてって、皆様にですね、こういうメンバーのね、キャラとか、そういう特徴とかをね、どんどんこう、知ってもらってね、ファンになってもらったりとか、やっぱりコミットに行きたいなと思ってね、いただけるような回をね、増やしていきたいかなと思いますので、ぜひ皆様、応援よろしくお願いします。お願いします。はい、早速ね、1人目、根持から、はい、ちょっといきたいかなと思います。はい、順番に時計の簡単な紹介と、買った時期、それから買った金額、あとはどれぐらいの頻度でね、つけられているのかとかっていうのを、ちょっとご紹介お願いします。はい、はい、僕がつけてる時計は、ロレックスの GMT マスター2、16710、16710、シングルトリッチ。来ました。皆様見ていただきましたか、根持の愛機のね、紹介、結構ね、いっぱいコメントね、いただきましたね。そうですね。まだ見てない方はこのタイミングちょっと見ていただけたらと思います。お願いします。はい、買った時期は去年の6月、2021年の6月。最近、最近、まだ半年経ったくらいですかね。なるほど。まだ1年は経ってないですけど、買った金額は131万円。おお、税込みで、税込みで、おお、なんか安く感じますね、その正直。今そのプライスで出したら即売れる。そうなの、殺到しそうな。つけてるのはもう毎日のようにつけてると。もうそうですね、仕事の日と休みの日。なるほど、問わず。仕事の日と休みで、もう毎日。結構ガシガシ使って、傷とかもね、もちろん買った時からはついてるっていう感じでいいのかな。まあそうですね、ただ結構大事には特にベゼルのアルミ素材なんで傷がつかないように。あ、なるほど。結構丁寧に扱ってんだ、そこは。あ、なるほどね。買ったのは中古だよね、一応ね。まだ中古です。中古で、はい。付属品は、付属品はギャラと、まあ全て揃ってます。揃って、はい、全て揃って。 GMT の冊子も全部冊子まで。おー、いやー、おー、入っちゃうんですね。そしたら自分の思うね、今の販売金額伝えてもらおうかなと。僕が今思ってる金額っていうのが、大体税込みで182万とか、そのあたりだと思ったんですけど、また調べて、上がってんじゃない、もうちょっとつけてもいいんじゃない。来たよ。結構状態いいんですよ、ケースもよくて。なるほど、上がってんじゃないかと。でも180半ば、あんま上がってねえじゃないか。
そうですね、106そうだね、強気に言っちゃって強気ですか、もう電卓持ち始めちゃう完全身だよ187万おお税込みで税込み187万、はい、予想はねどうでしょうか。おお、はい、じゃあちょっとね見てみようか、金子さんに見てもらってね、はい、しっかりと見させていただいたことあんまないんで、はい、もう一回そう、はい、ちょっとドキドキする怖いですねじゃあいいですか、もう一回ちょっと見ましたね、はい、じゃあ指定します、はい、でも黒赤は本当に今少なくなってますよね、うん、GMT マスターの写真で、ね、クロックはだってこのモデルが最終ですもんね、そうですね、160がね、760と710しかないですね、綺麗、はい、ですね、おー綺麗ですね、これがバキバキって言えるやつなんですか、これは。うん、コンディションいいと思います。おお、嬉しい、喜んでるわめちゃめちゃ嬉しいですね素晴らしい、おお、ありがとうございます。金子さんから素晴らしいのをお声いただきました。まあ多少コティーズはあるんですけど、はい、この年代もそれは当たり前なので、うん、まあトータルコンディションとしては素晴らしい。おお、はい、すっげえ笑ってる嬉しいですね自分の時計が好評なので自分のことないで嬉しいです、はい、もう僕の中で整ってます。早いな早くないですかさすが、まあ付属品もあって、はい、まあ状態もおで今人気のセミ、はい、ヴィンテージのシングルバックにトルチの夜行ですね、はいはい、でもまだ見ないで見ないでよ、はい、金額の発表お願いします。はい、189万7500円。おお、どうですか。ありがとうございます今ね、シングルバックルでトリチウムの GMT マスター、はい、価格でいうと、まあ、安いもので170万円台とかから出てるものももちろんあるんですけど、うん、まあ、根持ちの GMT マスター2はですね、うん、数が少ないコークのベゼルっていうところと、でオリジナルのベゼルのインサートなんですよ。書体にね、ちょっと羽があるセリフ付きのベゼルインサートがついていて、でなおかつダイヤルも綺麗で夜行もオールトリチウム付属品もしっかり揃っているとなると、はい、今探すと本当ないですね。おー、まあ、このぐらいのプライスは、まあ、これから当たり前になってくるのかなっていうところもありますし、この値段で付けさせていただきたいというところですね。おー、ありがとうございます。そうすると金額はまず買った時からいくら上がってるんですか。そうなると、おー、587,000円。おー、嬉しいですね。上がってるね。去年の6月でしょ、買ったの。半年か、そうですね、9ヶ月くらいですかね。で、立って、うん、しかも毎日つけてて、はい、これだけ上がってると、はい、どうですか、じゃあ感想。ここまで詳細に褒めてくれて、はいはい、めちゃめちゃ嬉しい。あ、そうもう価格的に褒めてくれた。自分の、ね、大好きな時計を金子さんにこんだけ褒めてもらったっていうね。もうやっぱここまでその買った当時も、まあ、上がるだろうと思って買ったんですけど、この短期間でここまで上がるとは思ってなかったので、うん、なるほど、このまま順調に上がってほしいです、ね、なるほどね。黒赤はいいですね。僕いいっすよね、うん、はい、やっぱりないですよね。いいですね、かっこいいっすね、うん、はい、彼は締まりあるんですね、はい、ダイヤルの GMT もう分かった、かった、もう分かったほとんどカットお前一人で何分使ったんだじゃあ根持ちのコークはもう約58万円上がっていたということで、うん、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、じゃあ続きまして佐藤田くんの時計を見てもらいたいと思います、はい、じゃあまずは時計のご紹介お願いします、はい、ロレックスの、うん、リファレンス16803です。おー、青サブになります。おー、もう佐藤田くんといえば青サブ、うん、だいぶ定着しましたね、この短期間で。本当に定着しました結構ね、店頭にね、来てくださる方もね、青サブっていうイメージでね、来てくださいますもんね。結構スースーも言ってくださるね、嬉しいことですね、はい、本当にね。あれ、メンバー集まったんですか。あ、メンバーは着々とちょっと購入してくださる方が今増えてきまして、はい、皆さんもね、ライブでですね青サブジャパン、青サブ好きのね、メンバーを集めるというねことで、ね、やってましてね、はい、ぜひね、青サブ持ってる方参加ね、本当していただけたら嬉しいですね青サブジャパン、
はい、ぜひご入会お待ちしております。アオサブ持ってないと入れない。そうですね。持ってるっていうのはちょっと、はい、大前提として。はい、いいですね。あのさつな君の、ね、時計紹介詳しくはねこちらも動画でやってますんで、まだ見てない方はぜひね見ていただけたらと思います。買われた時期と、買った金額ですね、お願いします。はい、購入した時期が、2021年の10月おなります。最近ですね、またこれは、はい、半年ぐらいですか。じゃあ半年ぐらいになります。じゃあ買われた金額は、金額はね、税込み確か198万円。198万円、おお、なるほど、はい。つけてるの頻度はどれぐらい？毎日365日。まあ買われたのは中古で買われた。あ、そうです、中古で購入しました。つけてて、もちろん、ね、その小傷とかもまあついてるかもしれないですね。多少は、はい、多少はね、やっぱりね。で、オールトリチウムに。オールトリチウムに、はい、はい。付属品はどうですか？付属品はの発行保証書、はい、うん、ついております。なるほど、はい。佐藤田君が考えるね、まあ、半年前に買った198万円から、はい、今売り値つけるとしたらいくらになってると思いますか？はい、210万円。おお、まあちょっと上がってるんじゃないですか。ちょっと上がったかな。なるほどね、まあ半年ですからね。はい、なるほどなるほど、そうです、はい、すごい控えめですね。値持ちでは大違いだ。ちょっと理由がありまして、結構ロレックスの勉強とかしていて、うん、いろんな雑誌とか見るんですけど、うんうん、はいはい、見てると結構ね、アオサブあんまり載ってないんですよね、うん、おー、そういう雑誌とか、雑誌とかに意外と載ってない、意外とないんですよ、ね、へー、サブマリーナの中でもちょっと、あ、ちょっと弱気になっちゃってる、存在感はないのかな。おい、弱気になるなよ。ちょっとだから控えめに自分的には。なるほど、はい、それもあって若干上がったかな、でも若干上がったかなっていう。なるほど、はい、210万予想ということでね、はい、じゃあ金子さんにじゃあちょっと見てもらえたいな、はいはい、いいですか、ぜひお願いいたします。はい、いや、すみません、失礼します。はい、はい、このね、はい、アオサブ僕一回もう、うん、やはり最初見たことあったんで、はいはい、もう知ってるんですよね、はい、いや、やっぱね、うん、いいんですよね。へぇ、このやっぱ16803特有の青のね、カラーが独特なんですよね、はい、ちょっと変化がしつつ、うん、青の色が何色あるんですか？3色です。3色、はい、3色あるアオサブってなかなかないですよね。え、どういうことですか、3色あるアオサブ。あ、この盤面で見たときに、そう、ちょっと光の当たり加減とか言ってましたね、まあ、あの通常のブルーと深いブルーと、あとバイオレットです。そんなアオサブなかなかないんですよ。そうなんですね、はい、カノさんが説得力あるな。で、まあ、確かにタツが言ってた気がしたけど、ね、ちょっと言いましたね、あんま信用してなかったんだけど。全然あの信用してない。夜光もね、あのトリチウムの色目がね、しっかりクリーム変化しておりまして、うん、雰囲気がかなりありますね、うん、整合性もバッチリ合っているっていうところですね。なるほど。で、ケースもバッキバキ、おー、これはあのかなり人気が出る、おお、これで値段探したら面白いんだけど。ここまで言って下がってってショックすぎる。じゃ今リアルにコミットでね、ちょっとつけるとしたらですよ、はい、整いました、整いました、はい、行きましょう、はい、行きましょう。じゃあ、はい、里田くんのアオサブマリーナいくらでしょうか。228万8000円。おあとね、こういう答えはないんですよ。あ、なるほど、探しても出てこない。16803初代アオサブ、うん、やっぱ評価は高いです。なるほど、じゃあ売り値で228万8000円、228万8000円、はい、で予想してた売り値210万円もちょっと高くなってる。で、ね、買った198万円よりも売り値は高くなってると。はい、はい、全然弱気になる必要はありません。なるほど、30万8000円ですか、ね、おお、売り値30万8000円上がってる、素晴らしい、素晴らしい、すごい、いやーすごいっすね、半年ですからね、こんなに上がってるもんなんですね。去年と比べてもやっぱこういう答えなくなってるよね、うん、なかなか見ないです、うん、なるほど、どん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 少なくなってる。まあ、やっぱりいい個体っていうのはもう評価はどんどん上がっていくんじゃないかっていうところですかね、
たった半年でね、使い続けて、もし今買うってなったら30万高い、ね、時計になってますからね、おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっとなんかほっとしました、ね。で最後一言お願いします。はいはい、やっぱ金子さんにちょっと背中を押してもらって購入したっていう経緯もあったので、ね、で今もう一回ちょっと見てもらって、うん、こんなに上がってたっていうちょっと感動じゃあ続いては大地くんの時計に行きたいかなと。来ましたね満を持して来ましたね来ましたねまあ、4桁の登場ですよね。確かにね、ヴィンテージ、ね、はい、登場ですね、はいはい、じゃあ、大地くん時計の紹介お願いします。ロレックスシデラ、はい、1665、はい、になってますね、はいはい、買った時、2020年の10月、おー、1年半前ぐらいですかね。そうですね、うん、はい、はいはいはい、で、確か1000なんかルー大芝みたいな200、はい、200だったら200、確か200ぐらいで買った覚えはありますね、はい、なんか別に変えてたよね、そういえばね。そうですね、途中から一応レベルアップしましたレベルアップお客様からもね、かっこいい、ね、かっこいいっすね、確かにかっこいいね、かっこいいっすね、はい、ベースは大体それで成長させるとき、まあ、いくらかでもちろん買ったんだと思うんですけど、はいはいはい、ベゼルはいくらか、30万円ぐらいですね。お、合わせて230万円ぐらい。そうですね、合わせて230万ぐらいです。お、はい、使ってるのはもうほぼ毎日。そうですね、ほぼ毎日使ってるんじゃないですかね。お、はい、休みの日も、休みの日も、そうですね、仕事にも寝持ち寝持ちツッコミ毎日やみんなでも聞きましたけど、やっぱ傷とかももちろんね、ついてる。いや、もう当然そうです、ね、傷に関してはやっぱ僕つけたい方なので、おやっぱりガシガシガチャガチャ、うん、なるほどね、やっぱ強くいてほしいですよね。お、はい、まあね、確かにいいですよね、それの方がね、はい、このシールエラー露骨なイメージがすごく強いので、その傷がまた似合うんですよ、ね、やっぱあるんですね、そこも似合うね、大ちゃんにはね、うん、はい、そんな大事なね、シードエラー売り値でいくと、いくらになってると思いますか、うん、僕たまに見るんですけど、350ぐらいいってるだいぶ強気ね、だいぶ来ましたね。ヴィンテージですから、うん、まあそうだよね、はい、やっぱいいやつないからね、あんまりね、やっぱ唯一無二だと思う。確かに確かに、ね、350、はい、230が350、はい、もう120万上がってると、1年半で遠慮して見積もって遠慮したら俺だいぶ希望的観測だったんですよ、この価格も遠慮した俺何を見てたのかなって350、なるほどね、はい、いいですよ。税込みででございます。650万、結構予想も結構ね、ワールドワイド